こんにちは、速稼塾のほぼです。何か選択肢とかね、分岐点に立った時に人はより気が強い方に行く。多分そうだと思うんですよ。気が向いてる方に体が向いていくんではないですかね。そして運勢もそちらの方に向いていくと思うんですよ。まあ悩んだり迷ったりする時あると思いますけども、結局はベストだと思った方向に向くんでしょうね。そしてベストだと思った方向が、私の場合はまあ一時期ね、どうしてもお金がもらえる方というふうな選択肢でした。で、逆に言うとお金をなるべく払わないようにって考えてましたんで、やっぱりね、いろんな詐欺案件に必要以上に警戒していったかなと思います。おかげさまで資産を失わずに済みましたし、厳選してそれでも手を出さなかったんで、まあ、損失はすごく少なかったかなと思いますよね。で、やっぱりね、観察をね、よくしてるんですよね、私の場合は。相場解説でもそうですし、アフィリエイトでもそうですし、とにかく見て考える、そしてその間にアウトプットしてみる。で、ロスのないような、リスクのない状態でスタートするってことを常にやってましたね。一番最初にやったリスクのない方法はもうセミナーですよね。セルフバックの方法を人にお伝えして、セルフバックを知らない人持っていたらね、セルフバック A8 ネットのセルフバックで2万円とか5万円っていう売り上げを作って感動する人にだけ商品を売りましたね。そうするとすごい、やった、万歳になるわけじゃないですか。で、その後も信用がついてもありますから、じゃあブログを作って、ツイッターを使って、 YouTube を使ってアフィリエイトを広げていきましょうってなるわけなんですよね。で、そこからはレースですね。私はやり続けた。でも気が強くない人、気が向かなくなった人はやらないんですよ。そこそこ稼げる人っていうのはやらなかったような気がしますね。もう後がないと、お金が全然ないと、稼ぐ方法は他にないって方はぶち抜いたような気がします。まあ、ですんで、どうしても豊かになりたいと思えば、豊かになる方法はあるんじゃないかなと思います。でも、まあでもそこまで頑張らなくてもいいかと、お金が全てじゃないよねっていうふうにすぐに頭に上る人は、本当にお金が全てじゃないような人生に行くと思うんですよ。ただやっぱ世の中ね、自分がそう思っていても、自分以外の人はそうは言っても現実お金はねって思ってるんですよね。だからここに気づかないといけない。そうなんですよ、お金がないと携帯も払えないし、電気代もきついし、消費税が上がったら消費税反対になるしね。で、結局声を上げることを、しなくてはならないんですが、今回もね、持続化給付金とかありましたけども、給付金くださいって声を上げるじゃないですか。でもそれも半年ぐらい言っても無駄だと思ったらやらなくなっちゃうんですよ。だから与党っていうのはね、自民党っていうのは、まあわーわー言ってるけど、しばらくほっといたら忘れるよって感じで、本当に国民は忘れてくるんですよ。だからその繰り返しで長期政権を担ってるんでしょうね。自民党っていうのは弱者を救ったことは今まで一回もないですからね。そして、生活困窮世代っていうと、なんかとんでもない、何、年収で100万とかっていうね、それ生活困窮以下だろうと、それはもう別の保護が継続的に必要だろうその人は、みたいな感じなんですよ。でも今はその暮らしが苦しいとばかりなんで、ある一定の所得層まではね、それこそ年収300万ぐらいまでは全員救わないといけないんじゃないかなと思いますよね。で、なんで救わないかっていうと、やっぱり本当に困ってる人が、困ってますっていう声を上げるのをやっぱね、やめてしまうんですよ、途中で。もうなんか疲れましたとか、もうやっても無駄だと思いますみたいな感じでね、違うんですよ。自分の思いが叶うまで言い続ける、やり続ける、走り続ければ必ずゴールにたどり着くんですよ。それはね、ネットビジネスで本当によく分かりました。売上が100万欲しかったら、100万を稼ぐ道はあるんですよ。隠されてないんですよ。むしろそんな方法がゴロゴロしてるんですよ。それを掴みに行くか行かないかっていう個人の差が出てるんですよね。まさにここでは、私あんまり言いたくないんですけども、自己責任なんですよ、ここは。で、自分の責任として、自分のお金とか生命に責任を持つと、そっちの方向に進めるんですけども、どうせ無理、パソコン俺苦手っていう感じで、大してやらずに諦めちゃうんですよね。で、簡単ですよ、パソコン。だってマウスとキーボードしかないんですよ。椅子に座って動く必要もないんですよね。それこそ私から言わせれば、コンビニさんの店員とかね、引っ越し業者のトラックドライバーとか、そっちの方が大変ですよ。その日のコンディションもあるし、気持ちもあるし、他の人との関係もあるし、雨が降ったり雪が降ったり、本当にね、乗り越えないといけないものがたくさんある中で、月給20万とか30万稼ぐわけでしょ。それだけの根性あったら、ネットビジネスはお茶の子さいさいだと思いますよ。椅子に座って動かずに、好きな時にコーヒー飲んで、思うがままに自分の情報ビジネスを選べるわけですよ。そこには職種の限定がないんですよね。
この地上にあるものは全て情報が扱ってます。ということは全てのジャンルいけるんですよ。恋愛でも仕事のことでもお金のことでも健康のことでも全部情報で出来上がってるんですよね。それこそなんで A っていう民族と B っていう民族が紛争を起こしてるのかっていうのも全てこれ情報ですよね。なんで格差ができたのかっていうのも情報です。なんで貧困層がいてなんで富裕層がいるのか、これも全部情報です。仕組みなんですよね。銀行預金はなんでああいう形になってるのか、ゼロ金利ってなんだ、これも全部情報なんですよね。だから情報を知れば知るほど自分には選択肢が増えて、その分だけアウトプットするネタが増えるんで稼げないわけがないというね。なぜなら情報ビジネスってのは誰かに何かを伝えることによって人の問題を解決する、そしてそれによってお礼がもらえるっていうことの繰り返しだからですよね。情報発信するだけで人を助けることができる、すごいいい仕事だと思います。私はね、これからもその情報ビジネス突き詰めていこうかなっていう気が強くなってますね、私はね。ということで、まだまだ YouTube、 まだまだですよ、こんなもんじゃない、まあ、10万回100万回目指さないと。まだ私の YouTube 人生は始まったばかりです。まだ1日目と言ってもいいですね。まだまだひよっこですよ。いってらっしゃい。